このリボンを取る瞬間がね、楽しいですね。わ、初めて開ける。オープン、トン。こんな感じでございます。私が購入した柄、こちらですね。じゃーん、黒ベースのものを買いました。私といえばやっぱりブラックコーデということで、こちらの柄を買ったんですが、こちらの柄が検証の柄を書かれているものでして、ホームページにはいろいろ書いてあるんですけども、エンブレムの上であしらわれた星の数で位の高さを競い合っています。激しい戦いになりそうですということで、そういう感じのプリントらしいのですが、なんか私この黒ベースにカラフルな模様が書かれていて、なんかこう前進できそうな感じというか気持ちを上げてくれそうな感じだなと思って購入しました。ちょっとね、後でこれもなんか着用してみたいと思います。というわけで、1つ目がこちらエルメスのツイリーでございました。で、他にもいろいろ買ってしまっておりまして、というわけで購入品2つ目ですが、2つ目はこちらです。マメクロゴーチュのトップスです。いやー、めちゃめちゃ可愛い。あのちょっと珍しく青色のお洋服なんですけど、これがあの陶器の模様をねつなぎ合わせてデザインされてるお洋服で、いや、めちゃめちゃ可愛いと思って、実はこれ黒色もあったんですけど、黒色欲しいなと思いつつ、このちょっとグレーがかったホワイト、ちょっとホワイトといえどもグレーがかったホワイトにこのブルーの感じがね、めっちゃ可愛くて、実はあのブラックカラーもあったんですけど、やっぱりこのブルーの方がめちゃめちゃ可愛いなと思って、完全にもう一目惚れの衝動買いをいたしました。ちょっとね、売り切れるの早すぎてまだ売ってそうなところをめっちゃ探して買いましたっていうぐらい、めちゃめちゃすぐに売り切れちゃってましたね、という感じなんですけど、いや、これもめちゃめちゃ可愛い。なんか意外と青なんだけど黒にも合いそうで、ちょっとね、豆の洋服タイトなので、あんまりこうカットソーの下に着れなさそうではあるんですけど、あのノースで着れる季節を待たずとしても、なんか下にインナー着れば着れそうな気もするので、まあ、ちょっと後で着用してみようかなと思うんです。本当に可愛い、めちゃめちゃ可愛い、たまらんなっていうのが2つ目です。で、もう2つあるんですけど、1個は MM6 のシャツです。ちょっとこれ私が昨日あの畳んでおいてたので、畳んでおいてたらめっちゃシワできちゃって、あ、これ結構シワできる服だなと思って、どうしようかなと思ってるんですけども、 MM6 のちょっと変わったデザインのシャツを買いまして、これね、黒なので動画だとお伝え難しいかもしれないんですけど、半分襟のデザインになってて、半分包帯のねデザインになっているというちょっと変わったシャツです。で、ボタンもここの上一つしかついてなくて、あとなんかね、ひらひらって感じになってるちょっと変わったシャツを買いまして、まあ、これあの海外サイトのね、あのハイブランドちょっとお安く買える系のサイトで、めっちゃ安くなってて、めっちゃ安くなっててって言っても半額ぐらいなので別に安くないっていう、このなんでしょうね、マルジェラだから安く感じてしまうけど実は安くないマジックにかかって買ったお洋服なんですけど、なのでこれも多分いくらぐらいしたの、2万ぐらいしたのかな、別に安くないんですよね。安くないし、なんならちょっと高いなって思うのに、なんか欲しくなっちゃって、どうしようかなってお財布と相談しつつ買いました。これなんかこれを買った理由としては、なんかこのままシャツでも使えそうだし、あの春先に羽織、なんかジャケットまでいかないけど軽い羽織として、このひらひらっとした感じで着られそうだなと思って、ちょっと魔女感出ちゃうんですけど、いいなと思って買いました。もうこれは完全にブラックコーデで着たいなって感じで買ったんですけどね、なんかこんな感じのひらひらっとしたお洋服です。なんかこれぞ MM6 っていう感じのお洋服かなって思ったりしますね。なんかやっぱり MM6 ってセレショとかでも取り扱いあるお店とか入ると、あ、こ
この服絶対 MM6 だなって思うお洋服っていくつかあると思うんですけど、なんかデザインがすごい尖って特徴的だったりするのでっていう感じのなんかシャツだなと思って、なんかね本当に面白いんですよね。ちょっと動画だとお伝え難しいんですけど、なんかこれをなんかシンプルな今のお洋服もプラスワンアイテムとして着れそうだなっていう感じで買いましたね。だからさっきのストールもなんかプラスワンアイテムとして使えるので、なんかそういうのが今欲しいのかもしれないですね。私がもともとアクセサリー好きだっていうのもあると思うんですけど、なんか多分シンプルなコーデにプラスワンするのが好きなのかなと思ったりしますですね。でもう一つ4点目はこちらです。ちょっとまだタグついてる、マルジェラのシャツです。これ何の変哲もなく見えるものなんですが、実はマルジェラ様でございます。これもね、MM6 のシャツ買ったサイトでちょっと安くなってたので買いました。ただ安いって言っても安くないので、なんか今これは本当に買うべきだったのかっていう半分後悔と、いや買ってよかったっていうこの半分半分で所持しているんですけど、だから安くなってるものってのはこれ難しいですよね。安くなってるからって買ったものって大体後悔するのもあるんですけど、普段の生活だと高いから買わないっていう理由もあって、なんか値段で買わないものって買った方が満足度高いとかもあると思うんですけど、そこら辺のせめぎわにいたアイテムとシャツ、なんかシャツってやっぱりベーシックなので使えそうっていう気持ちもありつつ、シャツにそこまでお金をかけるのかっていう私も5つで買わなかったアイテムがちょっと安くなってて、しかもちょっとダークカラーのお洋服だったので買いました。一応これ多分濃いめのブルーネイビーみたいな色なんですけど、ブラックコーデとの相性良さそうなので、まあちょっといろいろ最後に着用しつつご紹介していきたいと思います。Taking me over, making me older, making me doubt what I say now.